今回のタイトルはブラックロックと JP モルガン大規模な XRP 強気相場に火をつける準備を整えるです。ぜひ最後までお付き合いください。フォーブスは暗号通貨市場における大規模な XRP 強気相場を主導するブラックロックと JP モルガンの計画を明らかにしました。現在のビットコインの上昇が暗号通貨市場を下支えしているにもかかわらず、 XRP は 0.5 ドルの価格帯を取り戻すのに苦労しています。一方、フォーブスの上級寄稿者であるビリー・バンブロー氏は最近の出版物で、 XRP 市場が異常な力によって主導され大幅な上昇を遂げる準備ができていると述べました。ブラックロックと JP モルガンが XRP 強気相場を先導。具体的には、世界的な金融大手のブラックロックと JP モルガンが XRP 強気相場の先頭に立つだろうとフォーブスは主張しました。バンブロー氏によると、金融界の巨大企業2社は来るべき暗号通貨市場の急騰に向けた基盤を密かに準備しているといいます。この主張を裏付けるために、ブラックロックと JP モルガンが共同で組織した複数の暗号通貨に特化した取り組みについて概説しました。レポートは、ブラックロックが JP モルガンの支援によるブロックチェーンベースの担保決済プログラムを採用した最初のウォール街の巨人となったことで重要なマイルストーンを達成したと述べました。フォーブスは、 CEO のラリー・フィンク氏が概説したように、この開発はブラックロックの広範な暗号通貨戦略の一部であると主張しました。特にフィンク氏は、暗号通貨のように市場に次世代をもたらすことを目的としていると述べました。さらにバンブロー氏は、ブラックロックが金融市場ファンドの一つから株式を転換するために、 JP モルガンのイーサリアムベースのオニキスネットワークとトークン化された担保サービスを利用したことが最近の報道で確認されたことを強調しました。トークン化された資産は後に OTC デリバティブ取引でバークレイズに譲り渡されたと述べました。さらにフォーブスは、金融取引におけるブロックチェーン技術の重要性を表明したブラックロック CEO の以前の声明を引用しました。具体的には、フィンク氏は投資家への年次書簡の中で、ブロックチェーン技術を非常に重要であると述べました。ブロックチェーン技術により、従来の資産のトークン化が可能になることは述べておく価値があります。これにより、特に株式、債券、不動産などの伝統的な資産の価値移転がよりコスト効率よく簡単になります。したがって、フォーブス氏の上級寄稿者は、従来の市場に関連したユーティリティの真っただ中に、ブラックロックと JP モルガンが暗号通貨分野に参入することで、 XRP、ビットコイン、イーサリアムなどのデジタル資産の大幅な上昇を促進すると考えています。ブラックロックのニュースが市場を動かす。さらにフォーブスは、誤った報道によって引き起こされた最近の暗号通貨市場の突然の上昇を引用して、そのセンチメントを支持しました。この誤った報道は、ブラックロックの待望のビットコイン現物上場投資信託 ETF が規制当局の承認を受けたことを示唆しています。これは主要報道機関の注目を集め、市場で急速に強気の波紋を引き起こしました。最終的に、フォーブスの上級寄稿者は、ウォール街の巨人が主要な機関投資家の需要を引きつけることで、来るべき暗号通貨の強気相場の先頭に立ち、 XRP のようなデジタル資産に広範な影響を与えるだろうと大胆に主張しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。